はい、こんにちは。今日はですね、僕らの陸上生活を支えてきた仕組みという話を、していきたいと思います。で、まあちらっとここに見えてますけどね、まあ、RAA 系の話なんですけど、とりあえず行ってみましょう。どういうことか。突然ですけど、生き物の進化の中で大ニュースってどんなのがあると思いますか？まあ、当然ですね、最初に生き物が生まれた時、もうこれはもうかなりの奇跡というか素晴らしいニュースですね。次に一つの細胞で生きていたものが集まって多細胞生物が誕生した、こういうのも大きなニュースでしょう。で、僕たち背骨あります。で、その背骨の元ですね、脊椎を持って生まれた、まあ、この時代はまだ脊索と言いますけども、そういう生物が誕生しました。これも大きいです。背骨持ってる動物って結構、今多いですからね、その元になった生き物。ただですね、こういうのって全部海の中なんですよ。海の中でのニュース。生き物は海の中で誕生してるんで、全部海の中で起きてます。そんな中、俺はやるぞって言って海から出ていったすごい勇敢なやつがいるんですね。じゃないと、そういう生き物がいないと僕たち今地球っていうか、陸上で生活してないじゃないですか。つまりこの海から陸上への旅立ちっていうのも結構なニュースなんですよ。で、これね、何が大変かというと、まあ、環境が激変しちゃうわけですよね。激変。だって今まで水の中で暮らしてたやつが、水がない空気中に出ていくっていう話なんで、相当な変化なんですよ、これは。まあ、激変といってもね、具体的に何が変わるんですかっていう話だと思うんで、具体的に挙げますと、まず呼吸できないですよね。地上だとエラ呼吸できないんで、まあでもそれは肺でなんとかしました。肺はすごいね。で、実はもう一つあって、まあ、これ海から離れるわけですから、海水とお別れしなきゃいけないわけですね。で、海水っていうのは塩化ナトリウム水溶液、まあ、要は塩水じゃないですか。つまり水とかナトリウムという物質に対して手が届きづらくなる。要は今まで身の回りにあったものがあんまり手に入らなくなっちゃうんです。地上だとね、水とかナトリウムって好きな時に取れないじゃないですか。今は食卓塩とかね、お塩がありますけど、例えばキャンプ行って塩忘れたなってなったら、結構積み気味じゃないですか、塩って。山とかだったらね、そういう状況になると。で、水とかナトリウムが足りなくなってしまうと生き物はどうなるでしょうか？その話の前にですね、知っておいてほしいことがあります。それは何かというと、私たちの体の中にはこうやってね、血液が流れています。血液で、この血液は実は成分に分けることができて、液体である血小と固体である血球の2つに分けることができます。この2つが合わさったものがいつも見てる血液です。で、この液体成分の血小はさらに成分に分けることができて、水とかナトリウムとかタンパク質、こういったものからできてます。これが混ざったものが結晶。他にもいろいろ入ってますよ、まあ、主なものはこの3つっていう感じでね。で、今、水とかナトリウムが足りなくなったらどうなりますかっていう話をしてました。当然成分が減れば結晶も減ってしまいますね。で、結晶が減ればそれからできてる血液も減るという感じですね。こういうことが起きます。で、ちなみになんですけど、全身を回っている血液の総量のことを循環血液量と呼んでいて、同様に全身を回っている血液のうち血小の量のことを循環血小量というふうに、言っています。うん。で、今水とかナトリウムが減ったら、この循環血液量とか循環血小量っていうのが減るんだっていうことが分かりましたね。うん。で、直接的に減るのはまず血小なので、まあ、こういう現象のことを循環血小量が減少するというふうに言います、ね、水とかナトリウムが減ると循環血小量が減少してしまうよというふうに言えるわけです。っていうことを知っておいてほしかった。はい、続きいきましょう。水とナトリウムが足りなくなると循環血小量が減ってしまうということが分かりました。これはピンチです。これは、なぜピンチかというと、流れる血液の量が減ってしまうわけですから、ふにゃーってなりますよね。要は血圧が下がるんですよ。要は血管の中にこう血がちゃんと巡らなくなっちゃうわけですね。これはね、非常にピンチ。これは良くない状況です。で、この循環血小量の減少とか血圧の低下っていうのに何とか対応していかないと、でも陸上生活はできないんですよ。そのためにあるのが
こいつです。 RAAK、RAAK があればですね、循環血小量が減ったとしても血圧を保ってくれるんです。このへにゃってならないようにしてくれる。どういう仕組みでやってるのかは、まあ後で説明しますけど。で、水とかナトリウムっていうものの喪失、失う量をそもそも抑えて、そもそもね、循環血小量が減ったりしないようにしてくれるっていう、この2つの機能が RAAK にはあります。これすごくないですか？陸上で生活していくには絶対必要なことですよね、この2つって、減っても大丈夫、減らないようにするっていう、この二段構えですね。でもどうやってって、まあ、気になりますよね。そこが、まあ、RAAK の仕組みという話になってくるわけです。ここから本題です。前置き長っていうね、まあ、すいませんね、まあ、結構大事なね機能なので丁寧に説明させてもらいました。というわけで、本題に入っていきますが、そもそもね、さっきから RAA って言ってるけど何の略なんだっていう話なんですが、これはレニン、アンジオテンシン、アルドステロン系と言います。これ別に今覚えなくていいです。後で説明していくうちに覚えると思います。まあ K ってついてるんで、体の中で起きる一連の流れのことです。うん、まあよくわかんないけど詳しく見ていこうと。RAAK というのはピンチを助けてくれる存在でしたね、さっき言いました。で、ピンチっていうのはじゃん、水とかナトリウムが不足して循環血小量が減少して血圧が低下してしまうという話でした。この辺は皆さんも整理できてますかね、今は。もうただね、 RAAK は自分ではこのピンチに気づけないんですよ。じゃあどうやって気づくか。血圧の低下、ピンチね、ピンチは腎臓が教えてくれます。腎臓くんが、あ、流れてくる血液減ったわとか、血液減ったから尿あんま作れんくなったわっていう、こういう情報を、総合してですね、血圧低下っていうのを察知してくれます。うん、まあここね、血流量の低下を感じてるこいつを某糸球体細胞というふうに言っていますけども、これまた出てくるんでちょっと覚えておきましょう。でね、血圧低下、腎臓くん気づきました。気づいた後どうするかというと、このさっき言った某糸球体細胞くんがプクプクプクって言ってね、レニンという物質を放出します。これ、このレニンのレ、これ R です。 RAAK の R、 ここから、RAAK が開始します、始まります。これが始まりなんですね。さあ、出たのはいいけどレニンとはっていうね、まあ、どういう物質なんだっていう話なんですけど、レニンっていうのはですね、アンジオテンシノーゲンという物質をおはようって言ってアンジオテンシン1に変化させることができる物質です。で、このアンジオテンシノーゲンくんはこれね、血中にあるんですよ、元からあるやつだから、レニンが血液中にプーッと出ていって、アンジオテンシノーゲンをおはようっつって変えるわけですね。で、このアンジオテンシン1なんですけど、ふらふら血液中を歩いていたら、さらにアンジオテンシン変換酵素というとある物質からですね、またおはよう2回目っていうのをされて、アンジオテンシン2というものに変化します。で、これがねすごい活躍してくれるんで、これが大事なんです。RAAK の真ん中の A がこのアンジオテンシンです。はい、じゃあこいつどういう働きするかというと、アンジオテンシン2はですねすごくて、血管にこう寄っていってですね、ボギュッと収縮させちゃうんですよ、通りにくくさせる、血液をね、末梢血管を収縮させるとこう流れにくくなりますよね、血液が。そうすることで末梢血管抵抗を上げているんです、アンジオテンシン2は。なぜそんなことをするのか、血圧を上げるためです。これね、あの血圧っていう動画の中で詳しく言ってるんですけど、血液が流れにくくなれば、血圧は上がるんです。だってここの通り道が広いままだと、血液が減ると、まあゆるゆるというかブカブカになっちゃうじゃないですか。でもここの通り道自体をこう狭くしておけば、流れるね血液の量が減っても同じ圧力を保てるという、まあそういうわけです。はい、なんとなく理解できたでしょうか。これがアンジオテンシン2の働きで、この働きによって RAAK のすごいところである、これ最初に言ったやつね、2つの働きのうち、この1つ目、循環血小量が減っても血圧を保てるようにしてくれるっていうのがクリアできるわけです、ね、循環血小量減っても、末梢血管抵抗を上げることで血圧を保ってくれる、そういうのが、アンジオテンシン2の働きでした。すごい。ただもう一個残ってます、水ナトリウムの喪失を抑えての件、これはっていうことなんで、続きいきましょう。